どうもこんにちは、まこちゃんです。今日ですね、ダイエットの停滞期にブチ切れますという話でございます。はい、というわけでですね、ダイエット開始約3週間ほど経過しております。はい、まあね、あのダイエットの方は、心折れそうになってね、どか食いしたいっていう期間も乗り越えまして、現在は結構ルーティーン化ちゃんとできております。はい、なんで、毎日とは言わないですけど、ほぼほぼ毎日のようにジムに行く感じ、ほぼ毎日って言うと言い過ぎですけど、週4から5ではジムに行くようになってますし、食事制限もねきっちりやってるわけなんですけども、そんな中ね、ストレス要因がありまして、最初の頃はね、食事、それこそね、もう本当に食いたい思いながら、なんでこんな腹減ったみたいな感じで、やっぱ食えないことがストレスだったわけよね。最初の1週間10日ぐらいかな10日ぐらいはそんな感じで、やっぱ量が少ないとか、腹いっぱいなんないとか、すぐ腹減るとか、そういうのがストレスだったわけですよね。食事のストレスがすごかったんだけど、本当にね、1週間から10日したあたりで、なくなった。それこそ最初の頃は、その大食い的な YouTube を見ながら、うまそう食いて、みたいな。それこそ前にも話したけど、双子山部屋のさ、動画とか見て、うわぁ、俺も死んで死なりてぇ、みたいなさ。死んで死なりてぇなぁ、つって。うまそうなもん食ってんなぁ、つって思ってったりとかして、もうそれがもう本当に我慢できない羨ましいっていう感じだったんだけど、最近はもちろん見てるんだけど、うわ、うまそうだなぁと思いつつも、そんなにね、俺も食いたいみたいな感じにはなってない。食いたいんだけど、我慢できない食わせろーっていう、その最初の1週間10日ぐらいの、野獣感飢えてる狼感はなくなったね。なくなったんですよ。本当に。うまそうだな、食いてえなーぐらいで済むようになりました。だからそういうチャンネル見てても、見なきゃよかったんだけどね、最初にね、ストレスの時はね。ただそういうの見ても、うまそう食いてえなーぐらいで済むようになって、食事へのストレスっていうのはあんまりなくなったと思ってます。もちろんあるけどね。全然なくなった、完全にゼロになったわけではないけども、でもマシになったっていうところで、我慢できるっていう感じ。で、ジムの方は、そこまで、ジム行くのも嫌だなとかって思うことは結構あるんだけど、行ったら行ったで、なんとなく体動かすし、で、終わった後のあの爽快感、これはね、もう最高なの、やっぱり。運動しない方はぜひ運動した方がいいっすよ、マジで。爽快感があるから。運動した後に、なんかやってやったなみたいな感じがあるんで、そういう意味でも、ジムも問題ないと。というところで、新たなね、ストレス要因っていうところで、停滞期でございます。はい。今日話したいテーマね、停滞期。厳密には停滞期じゃないんだけど、本当の停滞期って多分全く体重が動かない状態だと思うんですけど、私がここで言う停滞期っていうのは、体重がほぼ減らない状態ですね。動きはしてるけど、例えばさ、俺ぐらいの体重だったらさ、もうこう、ドーンと落ちてっていいと思いません？俺は思ってました。こう落ちてくんじゃないっていう。でさ、停滞期だなんだかんだっていうのはさ、普通の体の人、ちょっとちょいぽちゃ、ちょっと体重多めっていう人がなるもんで、ある程度やってからね、しかも。俺ぐらいの体重のやつは、もう最初の、数ヶ月は、もうどんどんバー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 と落ちていくもんだと思ってました。ところがですね、もうね、落ちねえ。落ちないね。だから厳密には停滞期っていうか、落ち幅が小さいっていうことに、ものすごくストレスなんですよ、今。ほんと。最初の一週間なんかはちゃんと落ちましたよ、さすがに。最初の一週間なんかはね、バッチリ落ちてったんですけど、その二週目、三週目、全く、俺からすると全く。だから大体1キロ、2キロ、2キロぐらいずつか。最初の一週間だけ4キロぐらい落ちて、あと2キロ、2キロみたいな。色みたいな感じになっちゃってるわけですよ。でさ、その内容。多分最初の一週間は全部マイナスなのよ。
7日間体重上がって、ほぼ全部マイナスになってるのね。ところがその2週目、3週目になると、あのね、減らない日があるし、あげく増える日があるんですよ。これがね、もうね、気狂いそうになるよ、マジで。気狂いそうになります。増えるんだよ。あの、言うまでもなくね、あの、ドカ食いだなんだかんだしてませんよ。ドカ食いどころか普通の食事にすらしてなくて、やってない、要は食事制限ちゃんとやってない日ってないんすよ。ちゃんとやってるんすよ。うん。にもかかわらず、増える日が存在するって何？減らないのは100歩譲って理解しましょう。受け入れましょう。増える日があるって、これはね、もうね、地獄。こんだけ頑張って、ジムにまで行って、1キロ増えてんだけど、みたいな。もうね、気狂いそうな。本当に体重計、こう、バーレーンってやりたくなるぐらい、頭にきますよ。だからね、まあ、わかってんのよ。わかってる。実は体重は日々に測っちゃうと、その何、何水分量だとか、体の何ホルモンバランスとかそういうのがいろいろあるから、1、2キロは変動するもんだっていうことなんだよね。それはもう勉強してるからわかってるんですよ。わかってる。それはわかってる。で、1週間とかで見たときに必ず下がってれば OK っていう意味では、確かに3週やってて全部下がってるのね。1週間で見ると。ただその上がった瞬間の日。もうね、やる気ゼロになるね、マジで。やる気っていうかもうストレスだよな、本当に。本当に体重計ぶち壊してもう暴れ出したい。今すぐドカ食いしてやりたいって思うもんね。もう何なんだろう、もう本当に嫌だね、人体って。もう人体嫌になるわ。なんで増えんの？こんな食ってないのにっていう、さ。増えていいんですか？こんなにジムで汗流したのに減ってなくていいんですかみたいなさ。だから、まあ、俺のイメージとして週4は減って、今、週3は増えてるイメージ。あ、増えてるってか、維持か増えてるぐらいの感じ。これ、きついよな。だから、その3日間、ここで全く減らないで鳴らして、まあ、一応1週間鳴らしたら絶対下がってはいるんですけど、だから、本当はね、1週間だけ、一週間おきとかに体重飲んのが一番正解なんだよね。多分それ、普通の人はそれをやった方がいいと思うんすよ。やっぱ一週間おきに上がって下がってる方がモチベーション維持できるんで。ただ俺は一応ダイエットのね、こうやって動画とかのネタにしたいからってちゃんと日々、測定をしちゃってるから、だからそれは結局逆にストレスになっちゃってるんだよね。日々、ダイエットして、記録することで、こう、増える日もあるし、減る日もあるし、みたいな。だから、まあ、普通にダイエットする人は、毎日の測定っていうのはお勧めしません。ダイエットにおいて体重測定毎日するのは良くないことなんでね。うん。そういうメンタルを覚悟しないといけない。絶対増えます。保証する。ダイエットやった日でもちゃんと増えてるから。そう。で、増えたり減ったり増えたり減ったりして最終的に減ってるみたいな。だから、減る減る減る、増える増える増える。減る減る減る、増える増える増える、みたいな。こういうイメージかな。まあまあ増え続けはしないけど、やっぱ本当にだから、まあまあ一応勉強しながらもね、最初の時点でこういう下がって上がって下がって上がってみたいな繰り返すっていうのはもう分かってはいるんですよ。理論上っていうか、ね、いろんな人の経験談上そういうグラフになるっていうのは。まあこういく人もいるみたいだけどね、やっぱり。で俺はさ、このぐらいの体重あんだからこれでしょと思ってたら、やっぱりこういうギザギザグラフになっちゃってて、この上がってる日の2日。じゃあこれ続くのよ。2日3日。もうこれがきつくてね。メンタルやられる。マジ、飯は本当に我慢できるんだけど、そのね、1週間10日過ぎてから。この上がるストレスだけはちょっとね、まあ慣れないといけないね。うわ、マジやめそうになるもん、本当にこの上がった時。なんで？なんで？って思う。なんかしました。夜中、無遊病で俺なんかラーメンとか食いましたっていう上がり方だもん。食ってないと思うよ。まあ無遊病だったらもうわかんないけど。いや、でもさ、そんなさ、試練だよな。こんなに頑張ってる人間に体重、まあ減ないのはいいわ。だから維持はまだ許す。上がっちゃダメじゃん。食ってないのに上がっちゃダメじゃん。もう嫌になる。はい。
まあなんで、ああ、マジダイエットやる人は、毎日体重測るのやめてください。週1で大丈夫です。はい。週1でやりましょう。はい。で、まあ俺自身もね、もうさすがに3週間やってきて、まあ、結局だ、結果2週目3週目落ちない理由は上がる時があるからなんだよね。週の半分下がって半分上がる維持みたいなのがあるから、対して1週間で見た時に減ってないみたいな。っていうところで、まあストレスなんですけども、まあとりあえずね、まあその瞬間はやめよう、ぶち切れてやめようと思うんだけど、まあ大体最初からやってくると体のそういうメカニズムもちょっと覚えてきたので、まあそこはそことして受け入れないと、まあダイエット続かないと思いますので、はい。引き続きこのままそれも受け入れつつ、そのストレスをね、噛み殺しながら頑張っていこうと思います。はい。いや、マジね、本当にへこむよ。ダイエットやってるとマジ体重上がった日はへこまずだ。やってんのに上がった日ね。だからドカ食いとかなんか普通に飯食って上がったらそれは当たり前だけどね。そんなことマジでやってないからね。にもかかわらず上がるっていうね。本当に人間のメカニズムにちょっと嫌になってきたという、今日はそんなお話でございました。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。